シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。ようこの件はモンストニュースまとめていくってやつぜ。さあというわけでモンストニュースまとめていくぜ。いや、まさかのワートリコラボ。いや、これは本当に驚いたわ。まあ、だけどよ、昨日の時点で、ワートリが9周年ということが話題になっていて、これ来るんじゃねというね、雰囲気あったのよ。で、俺的にも、もう以前にもイラスト描いている、まあ、進撃とかワートリね、このどっちか来てくれたら本当助かるなって思ってたら、来たわ、ワートリ。ほんとこれは助かった。まで、2日間でもうこのイラスト描かなきゃいけないからもう、危ねえと思って。で、もうこのワートリっていうのは去年の今頃やっててコラボを、もうあのモンストの過去のコラボの中でも、もう1位ぐらい、もう1位と言っていいだろう、すごい楽しいコラボだったのよ。その原作再現もそうだし、ね、ガチャゲームもすごい強いということで、今回も結構期待が高まっている。どんな感じになってるのか、今回もモンストニュースまとめていくぜ。オッケー、早速、やっていこう。さあというわけでね、ガチャゲンのモンスター見ていきますか。カラスマ先輩ということで、前回は、なんか配布で手に入るね、そういうモンスターだったんだけど、今回はガチャゲンとして実装されているぜ。さあ見ていくと、貫通&ゲージ、バランス型クリティカル、超マインスイーパー M、超アンチ減速壁状態異常回復、ゲージでアンチワープドレイン、スピードとパワーがアップ&停止後にガイストを起動し、近くの敵に向かって再度走り出す。友情コンボが全敵貫通ロックオン衝撃発3、超強 SS 短縮弾となっているぜ。で、これ、最新情報出てるから、ステータスを見ていくぜ。さあ、というわけで見ていくんだけども、まあ、ステータス見てもらうと、結構もらっているようで、まあ、ここ最近のコラボモンスターと比較すると、まあ、そんなにもらっているわけではない。なんだけども、まあ、アビリティ見てもらうと、まあ、HP も攻撃力もスピードも補う優秀なアビリティがついていて、そう考えると、かなり高いかなと言ったところだぜ。で、まあ、友情コンボもね、この全敵貫通ロックオン衝撃は3も優秀だし、この超強 SS 短縮弾。まあ、これがね、貫通だし、ね、結構いいかなと、短縮できるし、で、何気に威力が38万ぐらいあるから、これはね、すごく優秀かなと言ったところだぜ。で、まあ、この SS が一旦止まった後にまた走り出す SS で、カグラと一緒になっているぜ。で、これ、まあ、流してるけど、すごい動くのよ。減速率低いのか知らんけども。まあ、これね、優秀かなと。まあ、自称クエストで、ビーラとかみたいなクエストで、かなり威力発揮できるから、まあ、そういうのが出たら怖いかなと言ったところだぜ。まあ、適正で言うと、マーチかな。まあ、あと30の極は、ラスゲとかね、この SS でババってやれそうだけども、やっぱり貫通タイプだからね。まあ、使わないかなと言ったところかな。まあ、そんな感じでね、いい感じのモンスターだと思うぜ。さあ、次、木崎レイジということで、まあ、貴族生ね、反射&ゲージバランス型シールド、超アンチダメージオール、超マインスイーパー M、弱点キラーゲージでアンチ重力バリア回復 M、SS がターン16プラス8で、スピードとパワーがアップ&停止後に、フルアームズを放つ。で、友情コンボが超強貫通拡散弾 EL3 ユースピアップとなっているぜ。で、こっちも最新情報出てるから紹介していくぜ。HP が 25,229、攻撃力が 32,022、スピードが 348.40 となっているぜ。HP と攻撃力はすげえもらえている。攻撃力に関して言うと、超アンチダメージウォール、超マインスイーパー M、弱点キラがあるにもかかわらず3万2000ももらっている。あと超バランス型もあるのに。だけど、スピードがちょっと遅いと。まあ、それは、本人のね、ユースピアップあるから、補えるんだろうけども。で、まあ、適正で言うと、22の極、そこで結構活躍してくれるかなと、弾と弾の間に挟まって、まあ、弾完了でバラバーンって大ダメージを出してくれると、まあ、相当出ると思うんだけども、まあ、その場合やっぱりよ、貫通タイプで、活かしてくれた方が、まあ、弱点キラーもあるし、そっちの方が良かったのかなって気もするから、やっぱりよ、ザドキエルと比較してしまうところはあるよな。まあ、とは言ってもね、この人、アンチ重力バリアもね、持っていて、ゲージだから外したり、まあ、そういうコントロールもできるし、殴りもできるのに回復 M も持っているし、なんと、ユースピアップもあるんだよな。そういう点で考えると結構ね、サポートが、優秀なのかなと言ったところだぜ。で、SS がまあこんな感じになっていて、まあ、出てるっちゃ出てる。わからんけども、まあ、これがね、どう響いてくるかと言った感じだぜ。やっぱりザドキエルが、ちらつく、メガネの女の子がちらつくっていうところはあるかなと言ったところだぜ。
さあ次、いやこれはマジで驚いたよ。これ今回なんかすごいガチャゲンがなんかみんなもうかっこいい感じで固まってるな。もう本部長来るんかいっていうね、篠田さんがやってきたんだけども、反射&ゲージバランス型クリティカルアビリティ超アンチワープマインスイーパー EL 超レーザーストップゲージで超アンチ減速壁状態異常底力からストライクショットが18プラス8ターンで、スピードとパワーがアップ&停止後に最初に触れた敵に旋空攻撃を放ち追撃する。友情コンボエナジーボールダウトが持ってたやつで超絶次元斬ってなっていて、ね、次見ていくんだけど、この人よ、結構やばいんかなと思ってて、HP が2万5000十分もらえていて、攻撃力が3万4000あんのよ。3万4000で、超バランス型クリティカル、超アンチワープマインスイーパー EL、状態除底力っていう攻撃力上げるアビリティが豊富すぎる。それでこんなにもらっていいの？ 3 万2000でもいいと思うんだけど、3万4000ももらっている。なのにスピードも十分あるし、超アンチ減速壁もある。カラスマ先輩、なんか今思うと、なんかやっぱもらってないんかな？あれ。ちょっともらいすぎじゃない？これ。で、この人ね、その友情コンボエナジーボールって優秀なもんもらっていて、最後にやっぱり、気になるのがこの SS だよな。直殴り乗るのか乗らないのか、立川先輩の時は乗らなかったけども、どうなのかってところで、使ってみたが出たのよ。で、見たら、あ、やっぱり乗らねえのかって思ってたら、プシャ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 ってね、最後に、ズシャンって言ってんのよ。これがちょっと今回使ってるクエストがね、エリュシオンで地雷持ってるとかそういう関係性あるから分かりづらいけども、まあ、これね、マインスイッパー EL もあるし、これもしかしたら結構やばいんじゃないかなっていうね、いうとこあるね、これは。乗るから。まあ、今んとこね、適正クエストは置いといてって話ね。だけど、アビリティね、調べたら、すげえ強いやついっぱいいんのよ、これ。このアビリティをね、アンチアビリティを2つずつに分けて検索していくと、なんかすごいキリトとかいろんなライバルがめちゃくちゃいんのよ。で、なんかしかもみんな結構アンチダメージボール持ってて、なんかわからんけども。まあそういうのはある。だからね、一概にまあめっちゃやばいよとは言えない感じはあると。まあということでね、今回の新しいガチャゲン3体は、まあ、この人がね、すごい可能性を秘めていて、残り2体はね、まあ普通ってところかな。うん、性能はすごくいいんだけど、やっぱ第1弾のね、こっから紹介する、ユーマとかがちょっとね、やばいと言った状況になっているぜ。さあ、というわけで、ちょっとまず星4号なんだけど、これが、使ってみた出て、予想外だった、これ。これちょっとやばいかなってことで、まあ、まず見ていくと、このキトラさんね、キトラさんは、まあこれ、性能的には、これ、ね、超強超弾がね、星4号としては結構優秀かなと、まあさすがにこれアンチダメージホールと超アンチ減速壁あるけど、28は難しいよな、さすがに。で、こっちなのよ、この人。双葉ちゃん、この人が、まさかの、ちょ、見てこれ、今、流すけど、まさかの、霹靂一閃と、これまさかのよ、これ。あ、でも、結構コメント欄にはね、原作見てたらもう、まあ、当然かな、みたいな感じだったんだけど、これがワンパンエッセンスなってんのね、これ、ファーストキラーと、ダウンポジションキラーが入ってて、これ、使ってみたね。ワンパンエッセンスだわ。マジで。ちょっと。いや、ここで入れてくるか。まあ、ということはよ、案外、本部長は、ダメージ出せんのかな？ちょっとわからんけども、こんな感じでね、ワンパンエッセンスもらっていたわ。うわー、これは、ラク90作った方がいいかなと。まあ、星4号の集会とかじゃなくて、なんかこうないので、全員みたいに、まあ、ドハマりする可能性があると。いうところかな。まあ、そんな感じとなっているぜ。これはマジ予想外。さあ、というわけで次よ。もうお分かりの通り、ね、第1弾の重心化回。久我悠真、イラストめちゃくちゃいい。もう先に言っとくけど、今回ね、悠真と、まあ、俺的には悠真と、コナミ先輩、すげえイラストいい。なんかもう、これ、もう久我悠真ほんとかっこよくないこのイラスト。前回と比べたら、最初に言っておくと、まあ、十分強い。けども、上げ幅はあんまりない。まあ、というのが、もともと3人組ね、まあ、特に、ジンさん、まあ、特に一番言うと、久我悠真とかは、今でも十分やばいから、それはまあ、上げるのはちょっと難しかったんだろうな。まあ、でも、その、上げ幅が少ないって言っても、その、
もともとが強い状態で十分上がってるから、それね、全然強くなっていると言ったところだぜ。それはね、全然気にすることはないと思うぜ。OK、その早速見ていこう。さあ、というわけで、見ていくんだけども、何回も言ってる通り、俺は重心化界、まあ、コネクトスキルが、本当に好きないのよ。だけども、今回は許せるというか、まあ、コラボの重心化界、まあ、こんな感じなら今後ね、いいかなという風なものになっているぜ。まあ、まず、まあ、見ていきますか。反射&ゲージ、超スピード型、クリティカル、アビリティが超アンチダメージウォール、アンチ魔法陣、友情ブースト、ゲージでアンチブロック、カウンターキラー、コネクトスキルが光属性耐性、SS 短短縮、発動条件が自身と戦型が異なるキャラが3体以上、または合計ラック100以上、ストライクショットがターン18プラス4で、スコーピオンピンボール、スピードとパワーがアップ&停止後に、スコーピオンピンボールで攻撃し、追撃する。友情コンボがコピー、防スピアップとなっているぜ。さあ、というわけで、まあ見ていくんだけども、さっきも言った通りね、今回はいい感じにしてくれている。まあ、というのが、元々の重心化の、アビリティとかね、そういう性能面を維持しつつ、まあ、プラスアルファで強化してくれている。まあ、見ていくと、このアビリティね、上の部分が、重心化から変わっていない。で、コネクトスキルでプラスアルファしてくれてんだけども、まあ、これがね、光属性耐性、SS 短短縮ということで、これ別になんか満たさなくても、絶対満たそうっていうものではない。いや、これが理想的じゃない、本当に。満たすと、耐性と短縮もできるよってもので、まあ、ほら、普段の重心化界って、もともとあったね、重要な超アンチダメージウォールとか、まあ、このアンチブロックとか、そういうのをぶち込んでくるから、なんか、うわーってなんだけど、今回ね、これ理想的だわ。で、まあ、満たすとね、すごい強くなるし、っていうところで、まあ、満たすと、めちゃいいね、というもの。で、さらに、防スピアップ。あと、この SS なのよ。これが、まあ、おそらく相当強くなるとは思うんだけど、まあ、ワンパン系になってくれるとは思うんだけども、元々の方の重心化の方が防御ダウンをしてくんのよ。で、これ原作的に防御ダウンがないと思うから、まあ、そこがね、どう響いてくるか。ニュースによると弱点にね、すごいダメージを出してくれると言ったものとなっているぜ。いやー、どうなるのか。で、やっぱり最近このクガユーマって、元々強くてね、やばいキャラなんだけど、ネオの登場によってさらに価値が上がってんのよ。だからもう本当に、当てなきゃいけない。まあ今まで持ってない人もね、狙える。すごい、いいチャンスかなというふうに思っているぜ。さあ次、ジンさん、ジンさんこのイラストがね、なんかちょっとなんか前の方がかっこいいかなっていうところあるんだけど、まあ、このジンさんもなかなかね優秀となっているぜ。貫通&ゲージ、超砲撃型、クリティカル、アビリティが超アンチ重力バリア、超アンチウィンドウ、無属性耐性、ゲージでアンチワープ、状態上回復で、コネクトスキルがプロテクション、重力バリアキラー、発動条件、自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と激種が異なるキャラが1体以上ということで、まあこれ甘めね。で、ストライクショットが12プラス12、ブラックトリガー、封刃、スピードとパワーがアップ&停止後に最初に触れた敵を封刃で攻撃、友情コンボトライアングルフォーム、ブーメランということで、まあさっきのね、ほんとクガと同じような路線となっているぜ。さあ、というわけでね、見ていくんだけど、まあ、ジンさんの性能的にね、まあ、超砲撃を活かしていくパターンが多いから、まあ、こんな感じで発動条件、甘めはすごく嬉しい。で、まあ、ジンさんすごいのが、まあ、それでプロテクションついて、重力バリアキラーとかあって、全然ね、友情強いキャラだけじゃなくて、まあ、自分でも殴っていけるし、風神のね、割合攻撃とかも活かしていけると、まあ、だからすげえ万能に活躍してくれる。それがもっと、やりやすくなったと。まあ、その、登場当時と比べて最近ね、結構活躍してないイメージがあるんだけども、かなりね、活躍できるようになっていくかなと、言った感じとなっているぜ。これ結構優秀だね。さあ、というわけで次、コナミ先輩。いや、前回よりかなりイラスト良くなってない。これかっこいいわ、本当に。で、見ていくと、貫通&ゲージ、超バランス型、クリティカル。アビリティが超アンチダメージウォール弱点キラー、友情コンボ ×2。で、ゲージでアンチブロック、コネクトスキルがアンチ減速壁、発動条件が自身と種族が異なるキャラが2体以上、または合計ラック100以上、ストライクショットがターン20プラス4で、スピードとパワーがアップし、周囲の敵を切りつける&停止後に近くの敵を連結させた蒼月でぶった切る。友情コンボが超強拡大貫通ロックオン衝撃波、超強クロスウェーブとなっているぜ。で、まあ、コナミ先輩に関して言うと、
若干ね、ユーマと、ジンさんの変わっていて、アンチブロックが増えてんだけど、それがコネクトスキルではなくて、アンチ減速壁となんか入れ替わる形で入ってんのよ。この SS、まあ、コナミ先輩って、まあ、登場当時はね、そこまで強くなくて、後にね、28の国とかでハマって、うわ、やべえってなったんだけど、まあ、このコナミ先輩のポイントが、SS の追撃が、直殴りに乗らない。だから、高難易度であんまり活躍できなかったんだけど、今回が、どうなったのか、というのが、前は縦にバーンってやってたのが、横になるらしいのよ。で、まあ、ブンもね、ぶった切るに変わっている。まあ、これが、直殴り SS になったということなのか、なっていないのか、ちょ、わからんけども、なんかよ、その、ニュースでは、すごいぶっ飛ばせると言ってんのよ。それが、なんかそういう意味なのかわからんけども、ま、SS ね、変更点があったみたいだわ。これがもし直殴り乗るんであれば、ちょっとコナミ先輩、やばい可能性がある。かなりね、今回、見た感じでは、かなり変わってないコナミ先輩、実は、やばいキャラクターの可能性があるという風になっているぜ。さあ、というわけで、今回のコラボもある、スターターパック。いや、でも結構やっぱスターターパック出てくんな、本当に。まあ、今後どうなるのか、まあ、増えていくんだろうな、これ。で、泉洸平、まあ、どんな感じかというと、まあ、これで、マーチ適正となっているぜ。まあ、砲撃型、魔法陣ブースト、友情ブーストの乗る、この、友情コンボ、ホーミングと、まあ、ウォールムービングバレット、これがどうなるのかといったところだな。まあ、SS の演出はかっこいいらしい。さあ、こんな感じ、運極として使えるぜ。で、降臨モンスターがすごいいんのよ。生駒隊、王子隊、影浦隊、二宮隊。でね、これが星56で、45で、鈴なり第一、ナス隊となっているぜ。いや、すごい、なんか、やっぱ豪華だな、これ、本当に。何なんだろう。で、超究極ガトリン&ラタリコフということで、これね、まあ、周回系だよな。こんな感じ。ラックプラス99で宝箱2個ということで、追加があるんだろうか。まあ、そういう風な感じとなっているぜ。復刻。立川さんは出てこない。追憶の初期復刻だけど、立川さん出てこない。ビザはね、1日1回限定で7個手に入る。さらに、守護獣、陽太郎がやってくるぜ。陽太郎&雷神丸。さあ、というわけで、まあ、見ていくと、パックとかレプリカ先生みたいに、パッと見ね、バーって強いっていう感じじゃないんだけども、これ、手番のモンスターと同じ戦型のモンスターのパーが 20% アップということで、これね、なんかすごい悪さできそう。まあ、例えば、今の自分のモンスターで、守護獣発動します。で、次のね、同じ戦型のモンスターで SS を撃った場合、それに乗ってくるわけよ。それでな、すごいもう思いっきり大ダメージ出して、ワンパンとか、そういう風ななんか悪さができそう。まあ、どういう風になってくるのか。まあ、でも絶対作っておいた方がいいと思うぜ。まあ、このクエスト、かけら排水率2倍、増えるビスケットも対応。で、なぜかレプリカ先生復刻。これはめちゃくちゃ嬉しい。まあ、当時やってなかった人ね、とか復帰勢の方、これ絶対にやっとこう。でも、で、このかけらの取得状況は、以前のやつを引き継がるらしいから、もうやってる人は集まっているから、そこをね、お忘れなく。さあ次、ボーダーランクミッションが登場するぜ。こんな感じで、C 級、B 級、A 級と分かれたミッションがあって、これね、順番にクリアしていくってやつらしいんだけども、さあというわけでね、こんな感じでランクミッションクリアすると、オサムとね、チカ、で、宮台が手に入るらしいぜ。でね、オサムとチカはラック99、運極として使えるぜ。なぜか宮台はラック99に対象外。なんでこれ。で、こんな感じでクリアするんだけども、なんと、2月18日金曜日4時からは、シークレットミッションが登場するらしいぜ。まあ、どんなミッションになるのかわからんけども、これね、2月18日からやってくるらしいぜ。さあ次は、これ、報酬パネル。ランクミッションのクリアや、ログインで獲得できるポイントを消費して、報酬パネルを解放しようといったもので、まあ、集めたポイントを使って解放できるんだけど、まあ、この画像を見てもらえる通りに、隣接しているこのパネルを開けていけるらしい。それを開けていくと、いろんな報酬が手に入るんだって。まあ、ここにある通りに勲章とか、今回ね、まあ、前と同じように、前のすごい、評判良かったこのサイドエフェクトが、またやってくるぜ。いや、これは本当に嬉しい。まあ、前と同じような感じであるんだけども、まあ、これをさっきの報酬パネルで、集めていくらしいわ。まあ、見てもらうと、それぞれね、パネル数2とかある通りに、2個あるらしいんだけど、それ増えていくにつれて、効果が増していったり、まあね、再度発動までの時間が短縮されるらしい。で、同時に発動するためには、同じようにね、
これも集めなきゃいけないらしい。この右にあるやつ、これを集めてくれと言ったものらしいぜ。まあ、どんどんやるごとにね、すごいあのコラボをやりやすくなっていくといったもので、これもね、すごくいいかなというふうになっているぜ。で、こんな感じで、ね、報酬手に入るグッジョブ絶対欲しい。で、これがサイドエフェクト、使用可能なクエストとなっているぜ。で、特玉手に入る、イエーイ、イエーイ、次、なんかキャンペーンやってる。さあ、というわけで、ね、コラボ情報ここまで。次のモンスターニュース確認していくぜ。2月10日、モンストの日、嬉しい。次、バレンタイン系とかのガチャが復刻、誰引くねん。次、チョコマンケンチも復刻、拠点30出てくる。で、1から20はミラクルミン使用可能。で、新しいね、新キャラ、三上大臣新キャラ、ホレミスが追加。すごいいい感じの笑顔。はい、すごい性格良さそう。超アンチワープラックでね、所持していると。で、こんな感じで挑むところによってもらえるモンスター変わってくる。はい、次、当たった重心化解要素当たったぜ。ハルコの紋章を手に入れたこのベルゼベブが重心化解。はい、こんな感じになっていて、なんかまあ、いい感じにね、順当に、強化されたのかなといったところで貫通タイプになって、キラね、レーザーバリアキラーとか魔封じ M 持っていて、超アンチ重力バリアで、まあ、早く動けて SS 弾チャージ M も持っている、まあ、貫通タイプとね、いうことで、この SS 無敵状態のやつをね、味方当てやすいかなといったところとなっているぜ。まあ、銃の極、まあ、あんまり適せない感じするけども、はい、こんな感じ。なんかちょっと変態に見える。はい、ラッキーモンスターこんな感じ。はい、次のキャラで、アバヨー。